健康診断。それは全ての生徒に課せられた魅惑の儀式。大好きなあの子の身長、もうたまらん。なんだあの子、一年のくせにあんな発育してるとはけしからん。一年が終わればすぐに二年生の番。当然そこにはあのアコ先輩やリコ先輩も。という今日はアコリコ先輩のムフフな姿を。お前らな、覗きなんて最低の人間のやることだぞ。ましてやアコ姉やリコ姉を狙うなんて。おとなしくそのカメラをこっちによこせ。いやじゃ。やもんえん、ここは一旦退散だ。川崎はビデオカメラを死守、後に X ポイントで落ち合おう。だじゃ。おい、こら、待て。後に X ポイントで落ち合おう。あ、しまった、あいつらまさか。そうはさせるか。消えた。そこまでして俺たちにアコ先輩とリコ先輩のムフフな姿を撮らせたくないか。撮らせたくないね。いいからデジカメよこせ。この体重計、服の重さを冷えて初期設定してあるんだから。そういうことは脱ぐ前に言ってよ。ほら、カメラようこそ。やじゃ、あっさ、いけるいって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 、友達よ。違う、これはだな、ケイちゃんの。ケイちゃんがあんなことするなんて幻滅だわ。確かに私だけならいざ知らず他の女子まで覗こうとはな。ラガリア誤解だって。その貧弱な胸をどけろ。ケイタ、同じ胸なら2センチも大きい私の方がお得だぞ。何よ、リコのは筋肉でしょ。